ホテルタツミヤは、福島県福島市に、かつて存在した、ホテル、及びその運営会社である。1973年9月に、県下発のシティホテルとしてオープン。閉館まで、福島県北地区最大の宴会場を備え、JR 福島駅に隣接するアクセスの良さもあり、数多くの婚礼や会議が行われた。当ホテルが入居するタツミヤビルは、 福島市境町にある建物である。1973年9月竣工地下3階、地上10階建てで、地下1階から7階に、地元百貨店の中号の一番館が入居する。地下1から3階には駐車場が整備されており、エレベーターに自動車を乗り入れる方式の駐車場としては、県下で最も早く作られたものの一つである。駅前通りから続くアーケードが、 ビル西側、北側に取り付けられ、二階南西部分には、東ずま立橋へ直接迎える、歩道橋が接続されている。2008年には、ビル北西角に、大型街頭ビジョンが設置された。ビル西側には隣接する平和ビルとの間には、商品搬入スペースと、中号ツイン広場と呼ばれる空間があり、イベント会場等としても用いられている。かつて平和ビルが、 山田百貨店だった頃は山中公園と呼ばれていた。広場の上空には、辰宮ビルと平和ビルの4.5、6階を結ぶ空中回廊が中号二番館開業の際に建設された。またそれ以前から、広場の地下には両ビルの地下1階を結ぶ連絡通路が存在する。福島駅東口地区再開発事業に伴い、2019年8月をもって、 ホテルが閉館した。今後は建物を解体し、会社も廃業する予定。なお、同ビル内部にある中郷福島店は2020年8月末をもって営業を終了した。ありがとうございます。